ニューグラウンズとは1995年によりアメリカ合衆国ペンシルベニア州出身のトム・ハルプが運営し数多くのユーザーによりマクロメディアフラッシュ作品を投稿されているポータルサイトである。プロやアマチュアが自作したゲーム、動画、音楽などがある。略称は NG。2006年12月現在100万人以上の登録ユーザーと35万個以上の作品が存在する。 ユーザーは投稿された作品を批評し、投票することが奨励され人気のない作品、評価の悪い作品は自動的に削除されるシステムになっている。キャッチフレーズは、Everything by Everyone。0から5のスケールから投票することができる。1日につき5票投票するごとに経験値を入手でき、一定の値に達するごとに、レベルが上がって、より1票の有効性が強まる。 ログインしていないユーザーも投票できるが、経験値を稼ぐことはできない。ちなみに、ゲームとフラッシュの評価ボタンは、ピコ、エススクールというゲームの主人公、ピコの顔になっている。ゲーム、映像、オーディオ、イラストが投稿できる。ページは、作品のカテゴリーごとに分けられており、投稿に必要な条件や、審査の方法などに少しずつ違いがある。 作品は無条件で投稿できるが、公開するには審査を通過する必要がある。全体的な作品の扱いは映像作品に似ているが、ゲーム中で特定の条件を達成したことを示すアチーブメントを設定できる。作品は無条件で投稿できるが、公開するには審査を通過する必要がある。作品は無条件で投稿でき、審査もされない。作品の存続は、 ユーザーの投票で決まる。審査はないが、作品を公開するにはすでに公開する権利を持っている他のユーザーから公開権をもらう必要がある。ユーザーは、オーディオ以外の作品を投稿する際に作品に含まれる性、暴力、不適切な言葉、成人向けの要素の程度をなし、多少、多量からそれぞれ指定する。選択した程度の組み合わせにより、 以下の4段階レーティングのいずれかに自動的に分類される。なおこのレーティングに基づく閲覧制限はなく、ログインしていないと一部の作品を見られない等といったことはない。ただし2014年から A の作品は、ログインしていないと検索ができないようになった。ログインしているものは0から5の星で評価を示し、作品に対する意見や感想を書くことができる。ただし一般的な、 お絵かきサイトと異なる点として、その意見や感想が作者にとって有用で建設的であることが義務付けられていることが挙げられる。例えば、つまらん、気に入った、等のそう思った理由が具体的に述べられていないコメントは、ふさわしくないとされる。批判なら改善点を述べたもの指示ならその作品が気に入った理由を添えたものでなければならない。 批判指示のどちらであるかに関わらず、作者に無益なコメントを繰り返していると罰則の対象となることがある。またコメントは、規約違反等の特別な場合を除き消すことができないので、軽い気持ちで書き込むことは許されない。新しく投稿された動画やゲームは、一般公開される前にアンダージャッジメントというページに表示される。投稿者以外のユーザーはここで作品を見た後に、 投票ボタンで作品を採用するか没にするか自分の判断を下すことができる。作品はしばらく後に審査結果に従って採用内視却下される。また、審査を通過した作品でも後で評価が悪くなると削除されることがある。クラシックポータルのページからアクセスすることができる。削除された作品の一覧表。日付を選択して検索するとその日削除された。 作品の一覧され、各作品をクリックすると墓場に例えた専用のフラッシュが再生される。このフラッシュ内の墓石を見ることでその作品の投稿日、削除された日、消された理由を知ることができる。ただし、利用規約違反で削除された作品はこのページに残らず、詳細を見ることはできない。墓石の隣には何種類かある不気味な生物がランダムで表示される。 ありがとうございます。